エンゼルス、ドジャース、日華、アナハイム、ドジャースの大谷翔平選手は1番、DH で先発オーダーに名を連ね、移籍後初めてエンゼルスタジアムでのゲームに臨む。試合前練習に姿を見せると、ある行動を見せた。大谷が向かったのは左中間フェンス付近、ここでドライブラインのカラーボールを使って壁当てを始めた。エンゼルス時代もこの場所で壁当てを行い、 キャッチボールなど投手のメニューを消化していった思い出の場所だ。この日は短い距離で約15分間、キャッチボールを行い感触を確かめた。ダイヤモンドバックス戦後に楽しみにもちろんしています。一番時間を過ごした球場ですし、エンゼルスとはドジャースタジアムでやったので、エンゼルスタジアムでプレーできるということに特別な気持ちはあるかなと思いますと語っていた大谷。米メディアも、 外戦試合に注目しており、MLB ネットワークは大谷がエンゼル・スタジアムで最後にプレーしたのが23年9月3日で、ドジャースに移籍して初めてプレーする日と同日であることを指摘していた。